はい、こんにちは、三原です。今回の動画のご視聴を感謝しています。ありがとうございます。今回はバスケットボールの理論、ディフェンスのクローズアウトとはというテーマのお話をさせていただきます。まあ、マンツーマンディフェンスのことの、一部、クローズアウトという技術になるんですけれども、どういった言葉の意味かというと、ピストルの状態からボールマンにマッチアップする動きと、ピストルからボールマンにマッチアップするための動きということです。この図をご覧ください。1番がボールを持っています。1の隣に2がいます。2の隣、1番からすると隣の隣に3がいるということで、1番のディフェンダーはボールマンにつきます。まあ、リングはこれですね。隣はディナイをします。そしたら3番、隣の隣は、マークマンを離してカバーディフェンスの準備ということでピストルになります。ここのところが、まあ、ピストルのディフェンスということですね。はい。でこの状態から、まあ、隣にパスが行くんであれば、ここがボールマンになってピストルからディナイというような、移動になるんですが、パスが1つ飛ばしで1から3に直接飛んだという時にピストルからボールマンにマッチアップしなければいけないので、ここはダッシュして間合いを詰めてボールマンにマッチアップしなきゃいけないというこの動きのことをクローズアウトと、はい、呼んでいます。よろしいでしょうか。ピストルの状態からこういう横断パスが起きた時などに、ピストルの状態からボールマンにマッチアップする動きをクローズアウトと言います。ポイントをいくつかご紹介します。まずは両手を上げること。両手を上げる。この状態だったらまず3番はボール持った時にシュートを狙うはずです。なので両手をしっかり視界に上げてシュートをまずさせないということを一つします。その次にシュートしなかったらこの3番はおそらくドライブでこう抜いていくことを考えるでしょうから、重心は後ろと、重心は後ろに置くと、はい、というような印象で前のめりに突っ込んでいくと簡単にカウンターで抜かれます。なので手を大きく上げながら重心は後ろに置いてディフェンスの姿勢を作るというところがクローズアウトの重要なところになります。はい、よろしいでしょうか。でここまでのことはしっかりやれば確かにいいディフェンスになるんですが、いずれにしてもクローズアウトはディフェンスの動きとしては弱いんです。はい、ディフェンスはですね、まあ、こういうふうに人がいたとしたら両足左手右手ですね、この左右の動きっていうのはスライドの動きっていうのは比較的ついていくことができますけど、この前後の動きっていうのは非常に難しいんですね。ディフェンスっていうのはあの姿勢の問題で、リングを背中に向けて横に動くのはいいんですけど、前に行ったり後ろに下がったりっていうのは非常についていくのが難しいんです。なのでクローズアウトの状況というのはできればディフェンスからすると作りたくない状況ということになります。だから逆にオフェンスからするとクローズアウトを発生させるようなオフェンス、これがいいオフェンスだということなんですね。はい、今の図でいけば1番がボールを持ってて2番、3番ということで、ここを1から2、2から3、3から2、2から1というパス回しだけをしていればクローズアウトは発生しません。それをですね、例えばですけど2がゴールに切れ込んでいってボールがここに入った、そしたらこの3番のディフェンスはヘルプにますます寄るということですよね。2が走り込んでいってボールを受けた、そしたら3番のディフェンスはどうしてもこっちが気になるので寄るという時に、ここにパスアウトをすると非常に長いクローズアウトが発生することになります。クローズアウトが発生、はい、そうするとですね、3番は簡単にシュートを打つかクローズアウトの状況をうまく利用してカウンターでドライブということで非常に有利な1対1につながります。有利な1対1、はい、なのでディフェンスからすると非常に危機的状況なので、オフェンスは逆にクローズアウトを発生させるような動きを作って攻めていくということがいい1対1につながるということなので、オフェンスの計画をするときにいかにしてクローズアウトを発生させるか
という観点で、戦術を考えると、いいシュートにつながると思います。はい、今回のお話が何らかあなたのお役に立ったのであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。またですね、取り上げてほしい、項目がありましたら、コメント欄にて、意見をお寄せください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございました。三原学でした。それではまた。